こんにちは、萩です。ついにですね、オリンピック陸上競技種目が開幕しました。初日の今日朝から僕は大興奮です。皆さん見ましたか？男子 3000m 障害予選。まあ、今回ですね、3000m 障害日本代表3名選ばれておりまして、まあ、三浦選手、青木選手、山口選手、皆さんがね、まあ、スタート地点に立つことできたんですけども、まあ、その中でも、まあ、大本命と言っていいでしょう。順天堂大学の三浦選手が大活躍しました。まあ、予選突破はね、まあ、十分可能だろうという予想の中だったんですが、まさかね、予選から日本新記録を叩き出すなんて誰が予想したか。まあ、ほんまに強いですよね。まあ、今までもそうでしたけど、メンタルが相当強いという感じがね、レース展開見ても分かっていましたけども、まあ、オリンピックの大舞台で日本新記録、自己ベストを出すって、まあ、相当強いですよね。いやー、ちょっとね、こうなってくると、決勝を期待しちゃいたいな、というところがあります。で、まあ、決勝ね、レース展開僕勝手に想定してるんですけども、まあ、今までのトラック種目、例えば5000メートルとか1万メートルで言うと、やっぱラスト勝負になってしまうと、日本人ってやっぱ不利だなってちょっと思ってたんですよ。やっぱ体の作りがやっぱ違いすぎて、ラストのキレがね、やっぱどうしようもないので、ラスト1周でどんだけね、余力が残っていても、やっぱ外国人選手、ケニアとかエチオピアの選手とかと、キレが違いすぎて、まあ歯が立たなかったわけですよ。まあだからといってね、こうハイペースで突っ込まれてもやっぱ難しかったんですけども、戦う術がね、なかなかトラック種目の長距離ってなかったんですけども、今回三浦選手の予選会の走りを見て、まあ三浦選手の場合であれば、僕決勝、ラスト勝負の方がメダルの可能性あるんじゃないかなってちょっと思い始めてきたんですよ。で、このまま行くとね、まあ、入賞はほぼ間違いないだろうというような感じなんですけども、下手したらね、ほんとメダルマジであるんじゃないかってところまで来てると思うんです。で、これはほんとレース展開次第だなと思っていて、今回ね、まあ、予選会からちょっとハイペースですよね。一組目から相当ハイペースになりました。なのでね、決勝ももしかしたらハイペースになるんじゃないかなと思うんですが、ハイペースよりも僕はラスト勝負になった方が、メダル、僕可能性あると思うんですよね。で、3000メートル障害ってやっぱ種目が特殊なので、5000とか1万メートルの疲労具合とは違うし、なんといっても、最後の最後まで水濠と障害、ハードルがあるわけですよ。となってくると、純粋なラストスパートってやっぱ仕掛けにくいですよね。ほんとラスト200手前ぐらいに水濠があるので、その前に脱水し尽くすことってできないし、体がヘロの状態だと水濠って多分飛び越えられないと思うんですよね。で、ラストゴールの直前にもハードルがあるから、やっぱね、今まで5000メートルとか1万メートルの振り絞ってラスト一周スパートっていうのと、ちょっとわけが違くなってくると思うんです。となってくると、三浦選手の場合ね、ラスト勝負の方がほんとメダル届く可能性があるんじゃないかなと思うんですよね。で、最初の、例えば1000メートル2分40で入って、そのまま2分40、2分40で入って、ラスト、まあ3000メートル障害7分台勝負になってきてしまうと、ちょっと苦しいなと。さすがにね、三浦選手といえども、7分台はちょっと厳しいかなっていうふうに思うので、まあ最初1キロがね、2分40秒ぐらいで入って、まあラスト2周ぐらいまで多少中だるみして、ラスト2周ぐらいから徐々に上がり、ラスト1周スパート勝負で8分ちょっとぐらいであれば、もしかしたらほんとメダル、色もね、ほんとわかんないんじゃないかなっていうぐらい、ちょっと期待してしたいし、僕は、ラスト勝負の方がありかなと、ちょっと思ってます。皆さんもね、ぜひコメント欲しいなっていうふうに思うんですけども、ハイペースで7分台の日本新記録もちょっと見たいけど、やっぱね、ハイペースでずっと2分40ぐらいで行かれると、途中でね、離れてしまうような気がして、ちょっとメダルが厳しいかなと。やっぱケニアとかエチオピアってポテンシャルがすごい高いんで、ハイペースになればなっちゃって本番にバンといけちゃう選手がいると思うんですよね。それよりも、メダルと考えた時に、まあ中だるみ多少して、ラスト勝負の方が三浦選手のキレ、今日予選会でも負けてなかったし、どの組の選手よりもラストのキレちょっとあったと思うんですよ。これはね、ちょっと期待してみたいなというふうに思うんでね、皆さんもぜひね、いろいろ今日の予選会、それに決勝に向けたのね、レース展開などね、まあコメントいただきたいなというふうに思います。で、いよいよですね、今回、今日から、
陸上競技開幕しまして、まあ初日の今日夜もねやっぱ暑いんです。本日の7時からね5000メートル女子予選がありますし、男子1万メートル決勝もあります。見どころ満載なんでね、皆さんもねぜひ見てほしいなというふうに思います。これがね今後のね陸上競技のこう日程になるので、明日からねまあ100メートルとかもね始まったりしますんで、まあできる限りですねオリンピックの陸上競技種目のまあ予想とかね結果ハイライト的なものをねまあ配信していきたいなというふうに思いますんで、今日はね配信するつもりなかったけど、とにかく三浦選手の活躍がちょっと興奮しすぎてしまいまして、急遽ねちょっと取りました。決勝ねちょっとぜひ楽しみにしたいなというふうに思いますんで、予選見れなかった方ぜひねまあ決勝の方もね応援してほしいなと思います。僕の予想ではスローペースになった方がちょっとありかなと。メダルもね本当に手だった届きそう。3000メートル障害でメダル取ったら、ほんと素晴らしいと思います。男子トラック種目の長距離種目で、メダルはね、今まで考えられなかったので、ぜひね、ちょっと皆さんでね、応援したいなというふうに思いますんでね、今後ね、ちょっとオリンピック日本代表ね、期待したいなというふうに思います。